こんにちは、カンドです。今日はですね、オリジナルプリントの、タオルをベタプリントで、それも顔料で作る場合ですね、その場合の注意点をですね、あなたに向けたワンポイントアドバイス、これをね、させていただきたいと思います。ですね、ベタプリント、まあ、全面にこのね、タオル全面にこの色をつけて、顔料でする場合なんですけども、やっぱりね、避けなくちゃいけないのはやっぱり黒とか赤とか紺とか濃い色ですよね。この濃い色は避けた方がいいんですよ。というのもやっぱり色落ちが、すごくするように見えるんですよね。実を言うと薄い色であろうが濃い色であろうが同じように色は落ちてるんですね。ただやっぱりね、水の中に溶け込んだ時にすごく色が落ちてるなっていう色っていうのはやっぱ濃い色なんです。で、それを避けるためにプリント工場ではそういったことを言われるのが嫌なために、色落ちをしないような溶剤を入れるんですよ。で、その溶剤がやっぱり、硬いんですよね。なので、濃い色をつけるときはその溶剤をたくさん入れる。そうすると硬くなる、ガサガサするっていう風になるんですね。なので、顔料でプリントするときのデザインでは、やはりですね、薄い黄色であるとかピンクであるとかブルーであるとか薄い色を使うっていうのがやっぱり基本やと思います。ぼやっとした感じにはなりますけども、案外、そんな硬くならないんですね。硬く感じないんですよね。なので、これは一つ手なんですけども、色を若干薄くするっていうのが一つやり方なんで、この辺ですね、やっぱりどの辺の色までやっていいかなっていうのは分からないと思うんですよね。その場合はですね、このビデオの後にありますフリーダイヤルか、あるいは問い合わせフォーム、見積もりフォームから我々の方にお電話いただくというのは間違いない方法ですので、その辺ぜひ一度相談してみてください。よろしくお願いいたします。